緊急メンテナンスに入っていましたが、終了し、今後の予定が発表されました。まずは、補填内容を見ていきましょう。貢献度と肉はすべて回収され、その代わり、消費された AP、BP に相当する半汁と種が返却されます。また、お詫びとしては、報奨石3000個、種300個、半汁100本、戦果100枚、勲章25個、肉150個となりました。やっぱり全回収されるんですね。2時間が完全に無駄になった人も多いですが、逆に言うと、2時間で済んだと考えれば、多少はマシに感じるかもしれません。ここまでは予想通りですが、今後のスケジュールが大きく変わりました。多くの人の予想では、予選が1日ずれる代わりに、インターバルが削除され、本戦は通常通り行われると考えていた人が多いでしょう。しかし、実際は全ての日程が1日ずれることになりました。特に影響が大きそうなのは予選ですよね。本来は、日曜日、月曜日ともに祝日でしたが、1日ずれることで、メインとなる予選2日目が平日に重なってしまいました。中には休日だから走れたという人もいるでしょうし、段によっては予選300位以内が達成できなくなり、気するところもありそうです。また、本戦は水曜日から土曜日でしたが、1日ずれて木曜日から日曜日になりました。平日が減って、休日が増える分に関しては、影響が比較的小さいだろうということで、インターバルを廃止したのではなく、1日ずらしたのかなと思います。とは言っても、日曜日に予定入っていた人とか仕事の人ももちろんいますよね。でも、どう調整しても誰かが損することには変わりないので、落としどころとしてはこれで仕方ないのかなとも思います。私が懸念しているのは、運営が古戦場に向けて課金を促しているのに、その古戦場がまともに開催されないとなると、正直まともにプレイするのがバカバカしくなり、課金者だけではなくそもそもプレイ人口自体が減ってしまいそうな気がするんですよね。最近の八千の件といい、シャルロッテの件といい、運営への不信感が高まっており、なんかいろいろやばそうです。まあ、今に始まったことではありませんが。それでは、